滝沢沙織の部屋へようこそ。前からねすごく気になっているものづくりがあるんです。ちょっと本日ね先生をお呼びしました。はい、こちらです。ソープカービングという技術を持っているカズさんです。もしかしたら見てる方で何ですかそれっていうふうに思うと思うんですけど、専用のナイフでお花だったり作り上げる、まあ、アートの作品なんですよね。そんなソープカービングなんですけど、私初めてやるので先生に教えてもらいながら作っていこうかなって思います。こちらにたくさんのねこういう色とりどりのね石鹸をね先生、はい、ねありますけど、はい、サンビさんの方が、はい、綺麗だったり、もちろん綺麗なものとか、はい、あとかっこいい系がお好きだったようなの で、はい、そうです。そんな感じで色をちょっと揃えてます。なるほど。これは何ですか？はい、それが一応専用のナイフになりますね。一応こちらの茶色のこれが一応初心者用だったり、あとフルーツとかお野菜に適したナイフになってます。ちょっと刃が厚いんですよね。まあ、おいおいこっちの方がいいかなと思うんですけど、まずはそちらのナイフ、うん、ちょうど春だから桜なんかいいなと思って先生にもすでに提案しちゃったんですよ。そしたら先生がこちら、はい、こんなような感じで一応それを見本にしながら、うん、ありがとうございます。今日の見本がこちらになります。あ、こちら、はい、桜の模様が入ったカービング、これ綺麗ですね。最初は石鹸を選ぶ、ね、まず好きな、はい、いやこれ悩むな。ただでもやっぱり私桜希望してるから、はい、こっちのビビットな感じします。はい、うん、いい匂い。確かに香りも楽しめるのも置いといていいですよね。そうですね、首を持つ感じになるので。こうか。そうです、そうです。でここに中に、はい、でこれが基本の形です。石鹸を持っていただいた時にこのままでやっちゃうと左手の小指だとか切っちゃう可能性もあるので用心のために薬指か小指を石鹸に置いていただきたいんですね。これが基本の形です。あ、なるほど。安定させながらやる。そうです、はい、どこに桜を掘っても自由です。ただ終わった後に水の流れを作るので、はい、それも頭に入れた上でのこう桜の位置をイメージしていただきたい。コインが置いてあるんですよ。本当だ。それをでこのナイフの背でなんとなくなぞってここで跡をつけると、こっち、はい、そうです。ただね、基本あんまりカービングって思いっきり下書きってしないので、はい、薄く、うん、なんとなく。そうしましたら円の中心にまた後ろでちょっと点をつけていただいて、でそこの中心から5等分にするんですね。その点のところから12時、5時、その間に入れてこっち側に2本入れる感じですね。はいはいはい、それ自分の感覚でいいですか？はい、そしたらその5等分にした中の1つに1つの花びらを入れます。あれ、ちょっとサイズ感おかしくなったよ。ブルブル、金と今とりあえず5個です。いや、はい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 、そしたら次に花びらの先端に V カットを入れます。これちょっとなんか家でこういうのやるの面白いな。なんか時間経つの早いです。早いですよねきっと。そしたら一番大変な作業です。ここから？はい。この花びらを浮き立たせなきゃいけないのでこれを下げるんですね。なので今度は歯をまっすぐ、まっすぐじゃなくて寝かせて滑らせます、はい、でこれを一周です。わかりました。寝かせてうっすら入れます。私結構凝っちゃったよ、うん、立体感があるとすごく見栄えいいんですよ。これを滑らかにするとは難しいんだろう。そうなんですよ。ここは今先生やってくれるところでつるってしてるんですよ面が。だけど私が掘ったところ全部ギザギザしてるんだって。でもすごいですね。最初結構取れないんですよ。でもめちゃくちゃギザギザなんですよ。でも一発で取れるってすごいですよ。はい、ですか、うん、今の現時点でここまでできました。お上手ですよね。あ、本当ですか。ありがとうございます。初めての思い出。じゃあですね、2個の花びらを作っていただいたので、はい、ちょっと桜の花びらだけこう舞ってるような感じで散らしてみましょうか。はい、わかりました。ものづくり自体は材料がいらないというのとお手軽じゃないですか。お友達に差し上げるのにも手軽に差し
差し上げられるし、販売なんかもしてるんですけど、やっぱり販売したものは自分の納得いくデザインじゃないと嫌なので、ちょっとでも気に入らないともうお風呂行きで捨てることはないので、確かに風呂行きにできるっていう、とりあえず桜のこの散ってるような小さい感じで、そしたらその真ん中より右手の方に、はい、この水の流れる模様というのを、なんとなくラインを作ってみてください、はい、で一段下げてください、下げる、はい、一個だけやりましょうか、はい、だからここで、斜め曲線の部分だけ、なるほど、でまたここ今お掃除した境がわかります、はい、このように最初先生が、ね、川の流れにって言ってたのに、なんか違うやり方しちゃったら風車みたいにしました。そしたらじゃあカズさん、これは、はい、ほぼほぼこのデザインでもう完成ではあると思うんですね。そうですね、うんうん、まず削りカスがなくてすごく綺麗です。一つ言うと、はい、周りを整えた角度が違うのはなんとなくわかります、はいはい、わかります、うん、じゃあそこを合わせるっていう感覚で整える、そうですね、小さい花びらの周りをもうちょっとなだらかにお掃除したいでしょうか、はい、はい、わかりました。でもなんかストッパーもちゃんとできてて、はい、ナイフが安定してるんですよ、上手、うん、生徒さん、器用な方たくさんいらっしゃるんですけど、ここまでカスのない方はいません。本当ですか、うん、しかも今私がなんとなくこう整えてるうちに先生が作ったこれ、ものの10分15分でこれ作っちゃいました。すごくないですか。ちょっとね、このレベルに私なってみたいですね。こんなに綺麗にできるんだったら今度ちょっと先生の教室に行ってちょっと教えてもらおうかなって思ってます。これすごい、本当にこれで、はい、完成で、はい、できました。本当ね、このやってる時間に集中できたのと、出来上がりの達成感ね、いやありがとうございます。ちょっとじゃあこれは私は大事に取っておいて、まあ、これはあの私の作品なんでプレゼントはしないですけど、これから技術が上がってもっといろいろやってったら、それをなんかこう皆さんにプレゼントするみたいな、そういう形でもなんかできたら、というわけでありがとうございました。こちらこそありがとうございました。本日ですね、いろいろ教えてくださったカズさん、インスタグラムもやっていて、お教室なんかもやってるので、そちらもね、もし気になる方ぜひ先生 の、 あの URL、 あの概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらチェックしてみてください。よろしくお願いします。ということで皆様、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。ではまた、バイバイ。